俺そういう教育受けたの時代、もはやその議論にとって正当性を示すことは難しい、はい、それよりも自分だけが立たせていこうと、議論の正しさよりいかに名を売っていくかみたいな名を売る、いかにこの議論において俺という言葉をねじ込めるか、何回ねじ込めるか、はい、デートのお金は男性が支払うべきかどうか俺が払います。男性である俺が払います。あ、俺別にそういうの気にしないから、俺が払ってもいいし彼女が払ってもいいし、でも俺が払いたければ俺が払うから、俺が払いたい時には俺が払うし、俺が払いたくない時には俺が払わないし、彼女が払いたい時には俺が別にそれでもいいよって俺は言うね。俺はね、俺が払った方がいいと思う。俺はそう思うけど、別に他の人はどうでもいいよ。俺はそれでいいと思うし、俺が良ければ俺はそれでいい。俺が払うんだから、男性が払う。俺はそれでいいし、別にどう、別にどうでもいい。俺はチケット並んでる前の人の分もう払うよ。ハスタイムが入ります。は、小学生の言う俺な、ハリーになりました。俺そういう教育受けてきたから、俺が払うよ。俺払うよ。俺払わないわ。俺はでも父ちゃんも、俺の母ちゃんも、俺のじいちゃんも、俺のおばあちゃんも、そうやって俺が払うって言うから、いつも誰が払うか喧嘩なんだよ。お前んち全部俺って言うんか。俺って言うんだよ。俺って言うんか。俺って言うよ。俺んちも俺って言うぞ。俺の男らしさはどこに行ったんでしょう。俺んち急に頭が上がりました。49 36 あら、あの魔法が時間が過ぎてる。俺の発音がそうだね、あの俺、まあ、関東ローカルなんですかね、俺子供が、そう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 、子供だけ